パークストリート協会、パークストリート協会、パークストリート協会、パークストリートチャーチは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市のダウンタウンに立地する、改修派協会保守派の協会堂。1809年に建てられ、約1000名が協会員となっており、日曜礼拝には、約2000名が集まる。ボストン顧問の向かい、トレモント通り、トレモントストリートとパーク通り、 パークストリートの角に位置する。フリーダムトレール沿いの名所の一つである。1804年、レリジェス・インプルーブメント・ソサイティは、抗議や、祈祷のため毎週集まるようになった。1809年2月27日、パークストリート協会は、オールドサウス集会場に集まったメンバーを中心と、する6名によって正当な三位一体論協会として、設立の特許を受けた。5月1日、 設計士のピーター・バナー、レンガ職人のベネジャヤング、木彫り職人のソロモン・ウィラードにより、書籍が定められ、年内に完成した。バナーは、初期の書籍を参考にし、クリストファー・レンのロンドンの境界を想起させる作りとなった。戦闘輪に及び、ボストン近郊からも、ランドマークとして見ることができる。1810年から1828年。 全米で最も高い建物であった。歴史的グラナリー墓地の隣に位置している。1810年1月10日、最初の礼拝が行われた。やがてこの教会は、異様の核、ブリムストーンコーナーと呼ばれるようになった。その理由としては熱心な説教や、米英戦争中に教会が火薬を貯蔵していた、ことなどが挙げられている。伝統的に不教活動、福音主義の教義。 社会問題に対する聖書の応用に熱心である。エドワード・ド・アグリフィンが初代牧師となり、日曜夜の説教が有名になった。1816年、オールド・サウス教会と共に、を形成し、社会福祉活動を行った。1826年、ライマン・ビーチャーの息子及びハリエット・ビーチャース等の兄であり、著名な奴隷制度廃止論者のエドワード・ビーチャーが、 牧師となった。1829年7月4日の独立記念日には、この教会の前で、ウィリアム・ロイド・ガリソンが初めて奴隷制度の廃止を公言した。1829年から1831年、著名な賛美歌作曲家のローウェル・メイスンが聖歌隊、キハを呼び、オルガン奏者を務めた。1831年7月4日、 サミュエル・フランシス・スミス作詞のマイ・カントリー・ティス・オブ・ズがパークストリート教会で初めて演奏された。1855年にメイン州にベーツ大学を創立した実業家のベンジャミン・イー・ベーツは19世紀半ばパークストリート教会に通い日曜学校の教師を務めていた。1857年から1858年、宣教師のチャールズ・フィニーは アンドリュー・リート・ストーンが牧師であったパークストリート協会で伝道集会を行っていた。1920年代、サフォーク大学創立者のグリーソン・アーチャーシニアがパークストリートメンズクラブの会長を務め、1945年から1948年、その息子で著名な聖書全面信奉者のグリーソン・チャーが牧師のアシスタントを務めていた。 1949年、ビリー・グラハムは、初の大陸横断伝道を、パークストリート教会から始めた。1936年から1969年、著名な神学者で、福音復興運動の共同考案者であるハロルド、オッケンガが、主任牧師を務め、この間、フラー神学大学及び、クリスチャニティ・トゥデイ氏共同創立者のラハムと共に、ゴードン・コンウェル神学校を創立した。 1974年、本館隣のパークストリート一番地に、牧師用のモダンな建物が、ストールベネット協会により建てられた。コンクリート構造のレンガ作りで、窓が一面に張られ、ボストン保存同盟は、環境は、劇的に変化した。狭いファサードに、大きなガラス窓が張られ、他の箇所は、赤レンガで覆われている。一階はガラス張りで、後方に、 グラナリー墓地が見えると衝実した。1990年代、教会はヒュートン・ミフリンからパークストリート2番地及び3番地の建物を買収した。200年が経過しても、なお社会とつながりを保っている。例えば2002年、教育が必要なボストンのインナーシティの支援のため、ハイドパークにある私立高校のボストントリニティアカデミー創立に携わった。 在校生の7割が奨学金で通学し、5割が少数民族である。英語を第二言語とする者に対し、英語の授業を多く行っている。ボストンレスキューミッションなどとともに、ホームレスの支援も行っている。また望まぬ妊娠をした女性の救済活動団体とも提携している。今日ではパークストリート協会は成長している組合協会で、 日曜礼拝に数千人の信者を集めている。同教派の国際的な拠点でもあり、世界60カ国から教会員を集めている。また、ボストン都市圏内の大学の学部生、大学院生、教授も数多くこの教会に通っている。一方、フリーダムトレールに沿った名所の一つでもあることから、ボストンへの観光客も多くこの教会を訪れる。 2009年2月27日、トーマスメイニの市長は、パークストリート協会200周年を記念し、この日をパークストリートデート発表した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。